ミソガワソウは、シソカイヌハッカ族の多年草。茎は四角形で、枝分かれしないで直立し、高さは50から100センチメートルになり、細毛が生える。葉は耐性し、長さ2から10ミリメートルの短い葉平があり、葉芯は甲卵形から甲皮心型で、長さ6から14センチメートル、幅2.5から8センチメートルになる。葉先は細く尖り、縁には鈍い巨子があり。 葉の両面にまばらに細かい毛が生える。葉を揉むと独特の周期がする。花期は7から8月。茎の上部の葉液ごとに数個の花をつける。額は緑色の筒型で、長さは8から10ミリメートルになり、後裂して裂片は線状皮心型になり、先が鋭く尖る。果漢は紫色で、長さ25から30ミリメートルになり、神経で頭部が長く膨らみ、 上唇は浅く二列し、下唇は三列して、中央列辺に紫色の斑点がある。有水は四個あり、上側の二個が長い。果実は四個の文化で、やや扁平な三両型になり、文化の長さは約2.8ミ、mm、リメートルになる。日本古有種。北海道、本州の中部地方以北、奈良県、四国の石槌山に分布し、 ア鉱山帯の草地や宮間の渓流沿いなどに生育する、群生することが多い。味噌川層の意味で、木噌川の源流部である、長野県の味噌川に由来する、種商名のサブセサリスは、無柄に近いの意味。ありがとうございます。